つむぎ、何を呼んでるのだ。ほら、今鬼滅の刃がアニメやってるじゃん。それで原作を見返してるところ。今呼んでるのは遊郭編。ってことは天元さんが活躍した今やってる刀鍛冶の里編の前の話なのだ。ちなみに紬は遊郭についてはどれくらい知ってるのだ。うん、遊女って言われる女性たちが対価をもらってエッチなことをするってイメージなんだけど。遊郭についてじゃあ簡単に教えるのだ。豊臣秀吉が大阪の町に遊女たちを集めた場所を建設させるのだ。これが遊郭の始まりで、秀吉のこの政策を徳川政権は引き継ぎ、江戸市中数箇所に散在していた遊女屋を集めて吉原遊郭の起源を作ったのだ。浅草の新吉原へ移転した後も幕末を経て昭和まで存続したのだ。鬼滅の刃でアニメ化する際も遊郭を取り上げるのはいかがなものかと声もあったけど、ちゃんと歴史的背景も理解してほしいのだ。幕末ってことは新選組や維新志士とかも関係してたりするの？もちろんするのだ。京都では島原遊郭が有名だけど、そことのつながりもあったりするのだ。だから歴史を知る上で遊郭は切っても切れない関係にあるのだ。内容が内容なだけに教科書ではなかなか取り上げられないけど、重要な部分なんだね。